古木です。今回はヤマトに移動した神様たちをサマリーしてサマリーしてたくさんサマリーしていきたいと存じます。もう神社さんの優勝とかたくさんありすぎるんでね、ここはいっそのこともうとことん集合していきたいと存じます。それでは参りましょう。前回はですね、九州の安住市のね、一族の動きっていうのをですね、確認していたんですが、九州からヤマトに行ったかと思いきや、いやいや、なぜかヤマトから九州に行っていたんではないか、というような説が浮上してきてね、これはいよいよヤマトを確認しなければならない。というわけでね、今日はヤマトの方を確認していきたいと存じます。と、その前にですね、いつもご視聴いただきありがとうございます。いろんな方からですね、たくさんのコメントをいただいてますんでね、ちょっと面白いところをね、ピックアップさせていただきまして、こちらに書き表させていただきました。ちょっとたくさんありすぎてですね、いろんな説がね、皆様お持ちなんでね、なかなかそれすべてをね、書き表すのはしんどいところがありまして、ちょっと代表的なものを書き表させていただきました。特にですね、私、時間というものを結構気にしているんで、コメントの中ででもですね、時間っていうのがね、ある程度判明するようなところっていうのをですね、ちょっとピックアップさせていただいております。で、オレンジ色のものがですね、1世紀ずつ、時間を示しているもので、ピンク色のところがですね、今、古木さんがですね、中心に、妄想解釈させていただいているね、大体、紀元後のね、100年、西暦100年からですね、200年からね、300年っていうね、この辺のところをですね、主に、妄想解釈させていただいております。古木さんの今の見立てとしてはですね、この辺のですね、倭国大乱付近がですね、弥生時代とちょうど古墳時代の分かれ目なんじゃないかと思っているところですね。ここのですね、時系列っていうのね、何があったかっていうのを判明していくとですね、神話のお話とかですね、日本書紀や古事記のお話っていうのがですね、一体いつ頃あったのかっていうのがですね、大体当て込んでいけるんじゃないか、そういう見立てでですね、こちらの方を確認させていただいております。それでですね、視聴者の皆様からね、いただいたコメントの中でね、面白かった時系列、特に表せれるものをですね、ピックアップさせていただいてるんですけど、中華の倭国、周王朝、高間が、イコール高間ヶ原説とかですね、徐福逃げ早筆説とかね、徐福スサノオ説とかね、この辺も、徐福っていうところでね、時間とかが分かってくるんでね、セットというか、こちら、書かせていただきました。いやはや、本当に思うんですけど、多分コメントを書いていただいてる方々、明らかに私より詳しいなと、いつも思っていましてね、私がね、追いついていけてないんですよ、本当に。でもちゃんと読まさせていただいてね、これ何かなーっていうの、いろいろ調べさせていただいてもするんですけど、なかなかね、難しくてね、まだ私が追いつけてないんでね、いろいろ今これからも勉強させていただきます。こうやって、いろんないただいた意見をですね、こうやって表していってですね、これが、なんか、いつか何か一つの指標みたいな形でサマライズしてね、出せたとしたら、これはこれで、結構面白いことになっていくんじゃないかなというふうに感じております。いや、こういうのが本当に神話ロマンですよね。いろんな人がいろんな自分はこんな風に思ってるっていう意見を、なんでみんなで言い合って、ね、ああでもない、こうでもないって言いながら進めていくのがすごく楽しくてですね、本当にコメント読まさせていただいてね、うわ、面白いなとか思いながら、こんな考え方あるんだとかね、ほとんど私の知らない意見ばっかりなんでね、いつも楽しく読まさせていただいてるんでね、これからもいろんな意見いただければと存じます。特に古木さん、時間がすごく気にしてるんでね、時間一体西暦何年ぐらいなんだろうとかね、まあ、ざっくりでいいんで、そういうのがね、わかる意見ようなね、コメントとか意見があるとね、嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、話を戻させていただきますと、前回はですね、九州の神様ですね、宗像三女神の方々と、豊玉姫と玉頼姫、そして安住氏、宗像の君っていうところをですね、確認させていただいておりましたが、いよいよ、ヤマトの方に向かっていきたいと思います。やっぱりですね、人口動態、まあ、西から東へですね、物やね、人間が移動しているというのがね、傾向が見られることからも、やっぱり九州の神様がですね、このヤマトの地に移動してきて、一体どんな風になってるのかっていうところをですね、いろんな神社さんの伝承であったりですね、あとは古事記や日本書紀、普通に古史古伝といってね、その辺分析させていただいたり、またですね、ネット上のウィキペディア、いろんな人の知識がウィキペディア集まってますんで、この辺をですね、いろいろ合わせながらですね、一体どんな風になってんだ、九州の神様はヤマトでっていうのをですね、まずは追いかけていきたいと存じます。というわけでこちらにですね、めぼしい伝承をですね、集めさせていただきましたが、目が痛い。
いやいや、ね、新しく確認したものとかですね、あと過去に確認したものとかですね、書物の情報とかね、全部ぶっ込むとね、もっと他にもあるんですけど、まあ、めぼしいところだけ書かせていただいたんですけど、さすがにちょっとこれ一行一行で毎回全部説明してられないんだと思うんで、やっぱり文章よりね、お絵描きですよね。まだ目で見て確認するっていう方がいいと思うんで、ここは系譜の方で、書かせていただきますんで、そちらで、ちょっとね、サマライズどんどんしていきたいと存じます。いや、やっぱね、重複してるんですよ、文章が。同じ登場人物の名前が何個も何個もあるんでね、これはもうサマリー集合集合していくしかないです。というわけでですね、前回まで表していたですね、系譜にですね、さらにいろいろ基本的なデータと、またね、ちょっとサマライズもすでにされてるんですけど、気づいたデータいくつかですね、書き表させていただきました。7代目の大国主の神様と8代目の大国主の神様のところはですね、前回からの継続した情報ということになっているんですけども、ニニギの見事とかですね、ちょっとその辺新しく情報を書かせていただいております。こちらは神社さんの伝承とか、中心に書いていたりします。そしてですね、今回新しく書いているのが一番左の系譜になります。こちらがですね、都市神様の系譜になっています。玉寄姫をやはり中心にですね、今回も考えていくんですが、やっぱり玉寄姫にはですね、鴨志のね、鴨の玉寄姫っていうお名前もあるんでね、そこから、ちょっと考えていきますと、日吉大社さんとかの、神社さんのね、情報とかにもなってくるんですけど、やはり、御祭神の、旦那さんですね。旦那さんがですね、大山国の神様とかね、登場してきますと。で、この大山国の神様とか登場してくるってことは、やっぱりですね、この系譜って何だったら、都市神様の系譜っていうのが出てくるんで、ちょっとここ、書かせていただいております。はい。で、鴨の玉寄姫というお名前の通りですね、味付き高彦根の神様をですね、鴨氏の鴨の大神っていうところなんでね、ここ、ちょっと同じようにね、父親関係というような感じで書かせていただいております。まあ、奥さんの名前書くか書かないかっていうところが、ここ悩ましいところなんですけど、まあ、ちょっと、いいやと思って、今置いといてます。さあ、というわけでですね、まずは風呂敷を広げました。ここからはですね、この風呂敷をですね、まあ、狭めていこうっていうような形になっていくんですが、まあ、神様なんでね、各地方移動するときに必ずそこの土地にもともと住んでいる神様と、まあ、住んでる先住民が信仰しているね、神様と必ず集合しているはずなんですよ。神様っていろんな集合して形が変わっていきます。ですので、今回のこの大風呂敷広げているものをですね、どんどん神様を集合させていく形でですね、実際はこんな感じなんじゃないかというですね、その根源みたいなものをですね、探ってみたいと存じます。おそらくですね、今から私がやろうとしているようなことはですね、おそらく日本書紀とか編纂している方もですね、やったんじゃないかなーって感じています。まあそういう意味ではこれも改ざんなんですかね。はい。まあまあ深くは考えず、とにかくね、まずは実像に迫っていきたいというところでですね、この風呂敷を狭めていきたいと存じます。はい。まずは、じゃあ、どこから、行きましょうかっていう感じなんですけど、まあ、赤字でですね、ちょっと示させていただいてますが、やはりですね、今年の主って名前が2箇所にあるんでね、2箇所あるわけがないんで、まずここをですね、一つの形にしていきたいと存じます。というわけでですね、今年の主の神様のところにですね、大山国の神様と大物の主の神様を集合させてみました。はい。まあ、玉寄姫と、お付き合いされてる、まあ、結婚してるっていう形でですね、このお三方はいいのかなと思います。で、今年の主の神様イコール大物主の神様というようなね、見方もされているんでですね、ここの中入れさせていただきました。ただですね、大山国の神様ここでいいのかっていうのはちょっと疑問もあるところです。はい。そして、大山国の神様を、系譜上でご紹介していた通りですね、大都市神とですね、三都市の神様の方もですね、八代目、大国主の神様の系列の中に入れさせていただきました。ですね、まず、三都市の神様とですね、天の穂明の神様をですね、同一神とさせて、サマライズ集合させております。まあ、どうなんかなっていうところなんですけど、大山国の神様のですね、上にですね、大都市神様がいるんで、まあ、もしかしたら、こっちの方も、どうなんだろうなと思うところはあるんですが、まず、三都市の神様と大穴虫の神様が同一神になることはありえません。なぜなら、古語周囲です。古語周囲の中で、三都市の神様と大穴虫の神様は喧嘩してるんで、すっごく仲が悪いです。そしてですね、三都市の神様と、集合してる天の穂明さんなんですけど、天の穂明さんはですね、大穴虫の神様と親子関係です。はい。
親子なんですけど、この天の穂明さんはですね、播磨国不時の中で大荒虫の神様と、結構喧嘩してるというか、仲が悪いっていうような感じが見受けられます。ですので、天の穂明さんと水戸市の神様には、大穴虫の神様と仲が悪いっていう共通エピソードがあります。というわけで、共通エピソード持ってるんでね、こちらの方、集合させていただきました。で、大都市神様がね、大穴虫の神様なのかっていうのは、系譜上忠さん順に持ってきたっていうだけなんですけど、まあ、ただね、世間一般で言われてる都市神様っていうのは一人なんでね、大都市神様なのか、水戸市神様なのかって、あんまり厳密に分けて、その辺、発言してる方っていらっしゃらないかなと思うんで、まあまあ、系譜上こんな形で、一旦置かさせていただければと存じます。さて、次にですね、集合する、突破口となっているところはですね、赤字で書かせていただいています。玉寄姫と一木島姫の御事様です。まあ、玉寄姫はですね、お姉ちゃんの豊玉姫がタコリ姫と集合しているぐらいなんで、宗像三女神と集合するってのは別におかしな話じゃないと思います。同じ九州系の女神様なんでね。でですね、それがなんで一木島姫の御事様なんだっていうところなんですけど、一木島姫の御事様なんですけど、一木島神社さんですかね、ウィキペディア参照させていただいてるんですけど、一木島姫の御事さんのウィキペディア参照するとですね、ニニギの御事を養育したっていうエピソードがあるんですよ。これとても珍しいエピソードで、子供をですね、子育て頑張ってる神様なんてね、あんまり聞かないですよね。でですね、子育て頑張ってる神様といえばですね、宇賀屋吹会津の御事を養育していた玉寄姫なんです。というわけでですね、玉寄姫と一木島姫の御事様にはですね、共通エピソードがありますんで、ここでちょっと集合させてみたいと存じます。はい、こんな感じで集合させていただきますと、やっぱり玉寄姫にまたいろんな方が集まってまいりました。今までいた方々に比べてですね、水戸市の神様と天の穂明さんもですね、玉寄姫と一木島姫の御事様でですね、ご結婚されているというような形になってきております。ちなみに天の穂明さんと一木島姫の御事様が結婚してるっていうのは、ウィキペディアに書いてありました。さあ、こうなってくると、ちょっと困っちゃうのが、ニニギの御事と加湿姫です。この方々、どういう風にやればいいんでしょうねってちょっと思ってるところなんですけど、少なくとも、彼ら、このご夫婦のですね、息子さんのですね、ヒコホホデミさん。はい。ヒコホホデミさんいらっしゃいますね。山幸彦。はい。これね、すごく私もね、悩んだところなんですけどね。この名前とですね、同一、同じ名前を持っている人が、お一方います。それがですね、神武天皇です。神武天皇のお名前なんですけど、一般的には、岩レビコってよく言われますよね。私もですね、日本書紀シリーズでですね、この神武統制でね、ご紹介するときにですね、どういう名前で呼んだらいいんだろう、いきなり最初から神武天皇ってわけないしな、とか思いながらですね、すごく悩んでですね、この岩レビコっていうお名前なのかな、とか思っていたんですが、岩レビコっていうお名前は、そもそも大和の村の名前なんで、まあ、そこの村出身だから岩レビコって言っている名前なんで、宮崎県の日向かいの国にいるはずの神武天皇がなんで大和のね村の名前なんだっていうね、そこからね納得できなくてですね、もう一つの名前であるヒコホホデミという名前でですね、この神武天皇のことをお呼びしておりました。まあニニギの御事の子供とですね、宇賀屋吹会津の子供がですね同じ名前っていうのはちょっとおかしいだろうっていうのはね、かなり疑問なね、やっぱり日本書紀や古事記のですねスーパー矛盾なところではあるんですけれども、まあ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 、ここはですね、やはりじゃあ同じ名前なんですから同一人物っていう風に見なしましょうよっていうところで、こちらも集合させていただきます。はい、というわけでですね、そろそろいい感じにまとまってきたんじゃないでしょうか。これが最終的な集合になりますかねとちょっと思っていたんですけれども、やっぱりニニギの御事と加湿姫っていうのがかなり気になるんですよ。でですね、ここのことを考え出すとちょっと思い出しちゃいました。ニニギの御事を追いかけるとどうしても高天原に話がつながっていきます。そしてニニギの御事のお母さんといえば宅畑千々姫なんですが、この宅畑千々姫、日本書紀によりますと一説では玉寄姫だよって書いてあるんですよ。おいおい、日本書紀さん一体どうなってんだよ。
というふうにね、嘆きたくもなるんですが、まあまあそうも言っていられないんでね、ちゃんと現実を直視させていただきますと、高間ヶ原にも玉寄姫がいるんですよ。ですので、あとはこれをですね、集合するかっていうところなんですが、ちょっと待ってください。これまでも風土記さんは言ってきました。高間ヶ原編、いわゆる天野岩戸事件というのはですね、時系列が違うんだよと。そして、思いっきり創作された話だよと。ですので、この右の系譜っていうのはちょっと違うと思っています。具体的にどう違うかと言いますと、こんな感じでやるとわかりやすくなるんじゃないでしょうか。つまりですね、私はですね、おそらくこの右のオレンジ色のね、ところの系譜っていうのはですね、東国、関東新越の神道であり、今まで話していた西国の神道とは、おそらく別の宗派だと考えています。信州とか飛騨とかね、その辺にお住まいの方ならなんとなくわかるんじゃないでしょうか。天野岩戸に関係する神様の神社さん、結構ありますよね。そういえば先日私、戸隠神社さんとかね、行かせていただいたんですけどね、あの辺はですね、思いのお金の神様のですね、関係してる、まあ一族のですね、神社さんがあったりですね、あと田力尾の神様の神社さんがあったりしましたしね、なんか今まで話していた西国の神様とはちょっと一線を画してるんですよ。高間ヶ原がどこにあったのかという議論はちょっと置いといて、ここで何が言いたいかっていうと、東には東の神道があって、西には西の神道がある。これは、別々です。この別々の神道がですね、おそらく、日本書紀とか古事記とかね、仙台九字本記とかその辺を編纂する際にですね、一つの形に集合していったんだと思います。古代史刊行の際にでもですね、お伝えさせていただきますが、おそらく日本には異なる宗派の神道が存在していたと考えています。で、その異なる神道だったものをですね、古事記や日本書紀を編纂した、いわゆる王朝交代説の中で、越前王朝と言われる継体天皇の皇統の人たち、その人たちがですね、各地方の神様たちを集合していったと考えているんですが、おそらくその時に北陸の方々が信じていた、この関東新越の神道を挿入したんじゃないか、というふうに考えています。ですからその神仏集合の際にですね、天野岩戸事件とかですね、高間ヶ原の国譲りの話とかですね、その辺をですね、日本書紀や古事記の神話の中にぶち込んだって考えているんで、まあですので、ぶち込まれたお話なんで、少なくとも、今じゃないんですよ、ぶち込まれるのは。天野岩戸事件とか高間ヶ原のお話にもなんかモデルはあったんだろうなというふうには考えています。ただ、この和国対談のこのタイミングではないです。このタイミングに思いの鐘の神様はきっと登場しません。ですので、このタイミングですね、今私がですね、玉寄姫という名前があるなぁ、じゃあ集合できるなぁって言って集合してしまうと、おそらく、日本書紀とか古事記の人たちがですね、やったことと同じことに多分なってしまうと思うんで、まあちょっとこのタイミングでとりあえず集合するのはやめておきましょう。さあ、というわけでですね、一旦ね、サマライズ、まあ神様の集合というのはですね、まあこの辺で打ち止めさせていただきたいと存じます。ここからはですね、はい、こうやってサマライズさせていただいたこの系譜を見ながらですね、どういった分析ができるかというところなんですが、皆様いかがでしょうか？ここから何か感じることはありますでしょうか？これだけでは分かりにくいんで、ちょっと情報をですね、ちょっと追記させていただきます。その神様のですね、活動地域っていうものをですね、ちょっと、書き出させていただきました。はい、まあ、出雲、九州、北陸、瀬戸内海、そして東国、あと、わけがわからん、ハテナマークっていうような感じですね、書かせていただいております。まだ、わかりにくいですかね。もう少し情報を付けさせていただきます。はい。神様のですね、上から一世代目、二世代目、三世代目っていうような感じでですね、帯を引かせていただきました。ちょっと、まあね、見づらいところあるかもしれないですけど、ご勘弁ください。こうしてみると、どうでしょう？何か気づくことはありますでしょうか？はい。まずはまあ、風土記さんなりの、これの解釈なんですが、一世代目の時はとてもバラエティ豊かです。
九州、大和、北陸、まあ大体瀬戸内海もいますんで、まあ大体バラエティ豊かな感じで分散しています。ただこれが2世代目になってくるとちょっと変わってきます。活動範囲として、出雲で活動していた人がですね、味付き高彦根の神様ぐらいなものになってしまいます。で、3世代目になってしまうと、もう出雲はいません。そしてですね、やはり3世代目ぐらいになってきますと、九州とか大和、もしくは東北って言ったところがですね、中心的な活動場所になっている。まあ、そんな神様が増えてきています。神様のですね、系譜っていうのはですね、まあ、正直今回こうやってサマライズさせていただいておりますが、私はですね、あんまり重要ではないと考えています。どの神様とどの神様が結婚して、どの神様がどの神様を裏切って、とか、なんかそういう話って、まああんまりまあ意味ないかなと思っていて、こうやって集合してしまうと。そういう神様同士のですね、神様関係というか人間関係って言ったらいいのかわからないんですけど、ポイントはですね、これはもう宗教です。実際にその神様同士が裏切った、戦い合ったとかね、国譲りし合ったとかいうような話ではなくて、もちろん神話になっているんで、何らかのモデルはあったんだろうとは思うんですが、こういう風な形であったと、各氏神様を祀っている一族の方々が信じたいものがこの系譜に現れているということになります。宗教である以上、まあ歴史的にこれが真実だったかどうかっていうのはあんまり大事なことではなくて、まあポイントはこれを信じている人たちがいるんだよっていうところだと思います。ですので宗教である以上、信じたい方が信じたい形で信仰すればいいんだと思います。ただし、それは現在の話であって、過去どうであったかっていうと、この地域なんですよ。この地域に、この神様たちがいるということは、この地域に、この神様たちを信仰していた、豪族がいたということになります。つまり、一世代目、二世代目、三世代目と、神様が徐々に移動しているということは、その神様を信仰している人間も徐々に一世代目、二世代目、三世代目と移動しているということになります。ここで私が言いたいことは一つです。神様が移動しているということは人間も移動しているということです。人間が移動している時期といえばですね、やはり列島規模で人間が西から東へ移動したと見られている倭国大乱。おそらくですね、今この赤い点線で描かせていただいたところがですね、大体その境目付近になってくるんじゃないか。まあ、カウントダウン始まりました、みたいな感じになるところにいるんじゃないかなというふうに、不動産的には考えています。九州とか出雲の人たちがいきなり大和に移動してるんで。さて、ここで問題になってくるんですが、こんな風に神様は移動してるっていうのはなんとなく見えてきてるんですが、実際に人間って本当に移動してるんでしょうか？これまでの考古学的なお話にとって考えると、九州は大陸のにも近かったですし、遺跡とかですね、鉄のね、青銅器とかもたくさん見つかってますんで、九州は最強だーって考えていたんですけど、なんでそんな最強な人たちがわざわざ西から東に移動しなきゃならないんでしょう？邪馬台国九州説とかもあったりしますし、やっぱり九州最強なんだったら九州にいればいいじゃないですか。って思っちゃって、なんで人間がこんな風に移動してるんだろうって結構疑問に思ったりします。まあその疑問は置いといて、まあここではですね、果たしてそんな風に人工動体、神様たちが動いたように本当に人工というのは動いていたのかというところを確認していきたいと存じます。はい。というわけでですね、それをですね、古史古典とかいう書物からだけではなくてですね、考古学的見地っていうところでもね、確認していきたいと存じます。こちらはですね、国立歴史民俗博物館のですね、松木武子さんのですね、研究報告結果からですね、表があったんで、そこの表を、参照させていただいて、私の方で、こういったグラフ書かせていただきました。この表は何かって言いますと、松木様の方でですね、調べていただきました、吉備の南部におけるですね、住居数。住居の数がですね、弥生前期からですね、古墳の時代までですね、どういう風にその数が増えていったり減っていったりしたかっていったものをですね、まあ、調査していただいた結果になります。
私はいろいろ端折ってですね、このグラフの方を書かせていただいているんで、詳しくはですね、松木武彦さんのですね、研究報告結果の方ね、概要欄書いておきますんで、ご参照いただければと存じます。でですね、この表からですね、不動機さんなりに妄想解釈させていただきますと、やっぱり機微ってなかなか進んでた王朝というか国家だったと思われていて、まあ以前もお伝えしましたように、青銅器祭祀っていうのも、まあ数百年間規模で続いていた形跡っていうものがですね、ずっと発掘されてるんで、ずっと青銅器祭祀やっていたでしょう。しかも数百年間やってたでしょうっていうのも見れていますし、またですね、武器に関してもどうやら機微は発展していたっていうことが確認できているんで、どうやら機微ってまあね、日本書紀も古事記も完全にスルーしてるんですけど、相当強力な国家だったっていうことが見えてきていますと。まあ、これをこの表から見てもですね、まあ弥生中期の後期からですね、まあ弥生後期、まあ弥生の最後の時代までですね、安定して人口が、まあ建物の数があるっていうことなんで、まあ人が安定的にそこにいたでしょうっていうことも見えてきます。そしてですね、これがですね、面白いですね。この倭国大乱の境目超えたですね、国運時代になったらいきなり倍増してるんですよ、人口が。一体どうしたっていうぐらい倍増してるんですよ。いいですか、これたかだか数十年ですよ。きっとたかだか数十年だと思うんですけど、数十年で人口が倍増になるってもう異常ですよ。もちろんその住居の数がイコール人口ではないっていうのもまあまあわかるんですが、ここではまあシンプルに住居の数イコール人口っていうところをね、考えさせていただいてるんですけれども、この弥生後期から古墳前期のこの倭国大乱付近でですね、機微の急成長ぶりっていうのは異常です。他の国のですね、人口動態のね、資料って私見てないんで何とも言えないんですが、ちょっとこれはですね、なかなか考えにくいような増え方をしてると思うんですよ。さすがに子供がたくさん生まれましたっていうことが理由じゃないと思っていて、おそらく移住か、もしくは渡来系の人がいっぱいやってきたとか、そういった何らかのきっかけで増えてるんじゃないかなというふうに考えています。そしてもっと恐ろしいのは、古墳前期前半から古墳前期後半に、このたくさんいた人口が激減してるんですよ。一体何があったんだ？さすがにですね、戦争で、たくさん亡くなったとかいうのは、ちょっと考えにくいです。いくらなんでも人口が6分の1になるってのは、これも異常です。ですので、ここで考えられる理由は、おそらく、一族を引き連れて、どこかに移住した。機微にいた人たちが、どこかに行ったんですよ。で、それはじゃあ一体どこなんだっていうところなんですよね、ポイントは。もう一点ご紹介させていただきます。こちらはですね、岡山大学の今津勝則さんのですね、人口動態より見た日本の古代というね、論文からですね、出展させていただいております。これはですね、各ね、古代の国家のですね、国にある村の数っていうのをですね、数えてみてですね、そこから人口が大体どんなもんだっていうのをヒートマップ上に表していただいた絵になるんですが、ちょっと時代は進んでいてですね、大体10世紀ぐらいなところになります。ですので、時代的な感覚としてはあれですね、平野正門さんの乱があった時期とか、藤原の住友さんの乱があった時とかね、大体そのくらいをイメージしていただければいいんじゃないでしょうか。時代がですね、今まで説明していたですね、倭国大乱からだいぶ離れちゃっててですね、まあ、あくまで参考で見てくださいっていうようなところなんですけども、まあ、倭国大乱の時にですね、人口がどんどん移動していってですね、まあ、それが最終的にどういう形で落ち着いたのかっていうようなところをイメージしていただくのが、まあ、この10世紀の絵っていうふうに考えていただければと存じます。ですので、時代感がちょっと離れすぎているんで、まあ、厳密でも何でもないんですけど、あくまで参考としてですね、最終的な、形としてはこんな風になるんだよというイメージで見てください。でですね、これを見て私結構驚いたんですが、まず九州ですね。九州が、まあ、そんなに大きくないんですね。なんか九州といえば大陸のね、先森でね、なんか暴類築いたりいろいろしてたりしてたんで、もうちょっとなんか防衛体制引いたりするから人間いっぱいいるのかなと思っていたんですが、さほど人が多いというわけではないようです。
まあ、補足させていただきますと、こちらはですね、村の数イコール、ヒートマップで人口が多いっていうような形で表示させているんですけど、今津勝則さんの資料、読んでいただきますと、いろんな、切り口で、人口動態っていうのを、調べていただいているようなんで、私はですね、単純にシンプルに、村の数イコール人口っていうふうにね、簡単に見ちゃってるんですけど、もっと詳しく知りたい方はですね、今津勝則さんのですね、資料の方を見ていただければと存じます。概要欄こちらにも書いておきます。で、また話を戻しますと、意外と九州がそんなに大きくないんだなぁというのを感じつつ、で、右の方に向かっていくと、まあ、出雲も村の数が多いんだけど、ヒートマップ的にはあんまり黄色いなぁとか思いながら、結構多いぞと感じているのが瀬戸内海の方で、なんか多くねえかっていうのを感じていて、そして、北陸と大和ですね、やっぱり。愛知県の方まで伸びていますけど、この辺のエリアっていうのが、やはり古代においては人口が多くて強力だったんだろうなっていうのを感じております。またそこからさらに東、東国の方を見ると、関東ですよ。古事記も日本書紀も完全にスルーしているんですが、おそらく古代、特に古墳時代、まあ、これはまだね、平安時代の人口動態の図ではあるものの、おそらく古墳時代のですね、関東というのは、やっぱりどんどん人が移住していって、かなり人口があったんじゃないかと思われていて、それがですね、やはり平安時代のですね、10世紀の頃になってもですね、やはり一大強力な、まあ、エリアをですね、こうやって人口っていう面からでも見て取れるなぁというふうに感じております。いや、こういう風に見てみると、平野正門さんが関東で乱を起こしてますけど、あの時もし関東を統一することができていたとしたら、まあやっぱり歴史をひっくり返すぐらい強力になったんだろうなという風に思いますし、まあこれがひいてはやっぱり鎌倉幕府ですよね。やっぱり西国に対して強力な力を発揮する鎌倉幕府の地盤は、やっぱりこの東国の人口の多さですよね。やっぱそういう風に歴史は繋がってるんだなという風に感じます。そして先ほどもお伝えした吉備王朝ですね。瀬戸内海付近っていうのもやっぱり人口動態多いですよね。うん、この辺もですね、まあ、藤原住友も乱を起こしてますからね。やっぱりこの辺も勢力圏としては結構強力だったんだろうなというのを感じています。そして何気に意外なのが東北です。まあ、この時代はもう坂の上の田村丸さんがですね、上の方までね、攻め入ってるんで、まあ、東北に行ったとしてもおかしくはないなと思いつつも、結構強力ですよ。なんか知んないですけど。はい。なんか、九州までとは言わないまでも、東北にもですね、一大王国ができそうだなーっていうのを借りていて、感じていて、まあ、これが最終的にはやっぱり、奥州藤原氏とかになっていくんでしょうね。はい。というわけでですね、いよいよおさらいというかまとめに入っていくんですけどもね、やはりですね、意外なことにやっぱり九州なんですよ。私、和国大乱付近で西から東になんで人が連れて行くんだろうなと思っていたんですけど、九州が最強国家だったっていう考えが、この図を見た時にちょっと揺らいできました。いくらなんでも、九州の人が大和に行ったから九州弱くなったんだって、そんなことはないと思っていて、うん、九州も九州でもっと人がいると思っていたんですけど、こう見ると、ほとんど最強国家は大和と北陸と、そして関東です。和国大乱の時はさすがに東国まで、ここまで人口がいたかっていうとちょっと微妙なところではあるんですが、ただやっぱり北陸と大和、瀬戸内海っていうのは、その辺はあまり変化はなかったと感じています。まあ、吉備はちょっとね、神様がみんなスルーしてるんで何とも言えないところなんですが、やっぱりこの神様が大和に移動してるっていうのがですね、この図からもですね、まあ、人口が大和に集中してるって面からしても、まあ、邪馬台国論争じゃないけど、やっぱり大和には何らかの王朝国家、強力な国家ってのはできている。そしてそこに神様たちもみんな移動していった。という風に考えられるんじゃないかなという風に、今回は感じております。大和に人が移動していって、ここで何かが起きた。これまで私はですね、九州から大和の方にですね、まあ神武統制というものがあったんだろうなと思っていたんですが、まあ10世紀の絵なんで何とも言えないところではあるんですが、どうも大和と九州では国力に差がありそうな気がします。
どうやら和国対乱というものはそんなに簡単なお話ではないようです。今回は神様を分析するためにですね、サマライズ化させていただきました。共通エピソードやですね、同じような系譜っていったところを見つけさせていただいて、複数の神様をですね、あたかも一つの同一神かのように見せていくというような手法なんですが、もちろんあそこで集合させていただいたですね、系譜がですね、正解だというような話ではありません。あれはあくまで分析するためのものです。ただし、あのように集合化ができるということはですね、やはり共通のエピソードを持った、人間というのはですね、過去にいたのかもしれないなというふうに感じています。もしかしたらその人が九州や出雲から移動してきて、そして大和で出会い、いろんな物語を作っていったのかもしれない。そういう風に考えるとなかなか神話ロマンが広がってくるところです。さて、今回の説明でですね、大方キャストとして登場してくる神様は大体出揃ったかなという風に感じています。そしてここからいよいよ和国対乱、その真髄に迫っていきたいと考えています。というわけで今回はここまでとなります。また次回もよろしくお願いいたします。